今日は驚きのでもあまり知られていない知識を仕入れるのはいかがでしょうか。いつか役立つかもしれませんよ。先のことはわかりませんからね。それでは始めましょう。飛行機にはクラクションがあるんでしょうか。あります。ですが飛行中は鳴らせません。地上のエンジニアとのコミュニケーションに使われる信号システムなんです。飛行機の翼の下の尖った鞘のようなものはフラップトラックフェアリングといって、翼のフラップが伸びたり格納されたりするときに保護します。鞘のようなものは飛行機が高速で飛行しているとき空気抵抗を減らす役割もあります。1969年の月着陸ミッションでアポロ11号を着陸させたコンピューターより現在の計算機の方がパワーが大きいんですよ。ですが当時は大したもので部屋よりも小さな初のコンピューターでした。興味深い宇宙の話をもう一つ。人類が月に行ったのはスーツケースに車輪がつくより前です。人類にとって第二の飛躍は数年後に起こったんです。魚にまぶたが必要ないのは水中で目がいつも潤っていて綺麗だからです。地上に住む私たちには進化の過程でまぶたができました。まぶたを吹き飛ばすような事実ですね。日本には水中にポストがあって多い日だと200通ほどの手紙が投函されます。このポストを使うには防水の紙に油性ペンで手紙を書かねばなりません。そしてビルの3階分の深さに潜ってポストに入れるのです。切手は剥がれないんですかね。テレビのチャンネルの間の雑音の 1% はビッグバンのマイクロ波の残りなんです。ビッグバンセオリーじゃなくて本当のビッグバンですよ。左利きなのは世界の人口の 11% だけです。残りの人々は文字や絵を描いたりするのに右手を使います。半分以上の人がね。利き手がない人は 1% のみです。あなたはどのグループに属しますか。地球で最も寂しい動物は太平洋に住むクジラです。何十年間も誰も彼らの鳴き声に反応しなかったんです。悲しいですね。英語でちょっとの間という意味のジッフィーという言葉がありますが、科学的に言うとジッフィーは光が真空間で1センチ移動するのに必要な時間です。ちょっとの間どころではありませんね。チベットのブラックダイヤモンドアップルはとても濃い紫色で巨大なブルーベリーみたいに見えます。砂漠に生息するカンガルーハムスターは水を飲みません。この月地動物は必要な水分を食料である種から得るんです。ラクダのコブは水を貯めておくためのものではありません。食べ物が不足している時のための脂肪が入っているんです。体温を調節するのにも役立っています。2019年の研究で南極で数ヶ月間過ごすと脳が収縮することが分かりました。雪景色が限りなく続く単調さと孤独で思考の糧が足りないのでしょうね。星の発する光は一定で不変です。地球の大気圏に妨げられてキラキラ輝いているように見えますが本当はそうではないのです。昔テレビでトイレを映せませんでした。1957年ある番組の脚本にトイレのシーンがあり問題となりました。結局トイレの便器は見せずタンクだけを映すことで妥協したのです。時代は変わったものですね。18世紀トマトは毒があるとして恐れられていました。ですが貴族階級の人の気分を悪くさせていた真犯人は合金の食器だったんです。銀のように見える食器には鉛が含まれトマトの酸のせいで食べ物に溶け出していたのです。アイオワの農場主チャールズ・オズボーンは歴史上最も長いしゃっくりの世界記録を持っています。68年もしゃっくりし続けたんですよ。太平洋の島国ナウルは世界でも珍しい公式な首都がない国です。リヒテンシュタインの国全体を
一晩約750万円で借りることができます。ですが、最低二晩からですよ。このパーティーには900人の友達を呼ぶことができます。中世、ゴマはスーパーフードだと考えられていました。重さで金と同じ値がついたのも不思議ではありませんね。一部屋に23人がいれば、同じ誕生日の人が少なくとも2人いる確率が 50% あります。75人いれば、可能性は最大 99% にまで上がります。これは、誕生日パラドックスって言うんですよ。1994年、ロサンゼルス市全体の停電がありました。その夜、空に奇妙な輝く光を見たという通報が何百もありました。それは、私たちのいる天の川銀河を初めて見ただけなんです。剥いたニンニクがたくさん入った袋に足を入れると、舌で味を感じるんですよ。ニンニクの分子が肌に浸透し、体をめぐって口と鼻に届くのです。やってみたらいいと思いますよ。コメント欄でどうだったか教えてください。海賊が眼帯をするのは目がないところを覆うためではありません。暗い夜でもよく見えるようになるのに役立ったんです。世界の人口の 10% が猫アレルギーです。ですが、人アレルギーの猫もいます。とても珍しいですが。シロナガスクジラについてよく誤解されるのは、心臓が車の大きさだということです。本当は観音開きの冷蔵庫ぐらいです。それでも大きいですがね。人間の600倍ですから。アメリカの1ドル札は6年使えて、作るのに5円かかります。世界記録を最も多く持っているという世界記録があります。この記録を持つのはアシュリタ・ファーマンで、600の記録を塗り替え、現在も200以上を保持しています。あなたの飲んでいる水は、恐竜がまだ生きていた頃に飲んでいたのと同じ水である可能性があります。考えてみたら、そうですね。人間の体には8センチの釘を作れるぐらいの鉄が含まれます。生き物の時間の感じ方は体の大きさによります。ハエが早く飛ぶのはそのせいで、ハエには人間が遅く見えます。起きている時、脳は電球をつけられるぐらいの電気を作り出しています。明るい話じゃないですか。胃は毎日6カップの酸を作ります。この酸は金属を溶かせるぐらい強いんですよ。一生のうちに人間は中くらいの大きさのプール2杯分の唾液を作ります。すごいですね。アボカドって扱いにくいものです。木になっている時は売れず、早く摘みすぎると油分が少なく風味が良くありません。摘むのが遅すぎると悪臭が出ます。タイミングが大事なんです。化石から分かったことですが、4000万年前、ペンギンは大きなオスのカンガルーぐらいの大きさでした。2019年、NASA は火星に弱い地震のような揺れを確認しました。歴史上初の公式な火星地震でした。英語でオーバーモローというのは明後日という意味です。16世紀からこの単語があったんですよ。ハチドリは1秒あたり80回羽を羽ばたかせます。また前進するのと同じスピードで後ろに飛ぶこともできます。世界一古い現役で営業中のホテルは日本の西山温泉です。13世紀の間営業していて52代続いています。中井の一人は開業時から働いているんです。で、これは嘘ですよ。バネのおもちゃスリンキーは偶然できたんです。リチャード・ジェームズは船の設備をもっと安定させるバネを作ろうとしていました。実験作がよく弾むのを見ておもちゃとしてブランド再生したんです。マーク・ザッカーバーグは赤緑色覚異常です。彼の近くで運転すると危険なんですかね。 Facebook が青なのは
彼が一番はっきりと見えるからなんだそうですよ。牛も赤と緑が認識できません。なので牛は闘牛士の持つ布が赤いからではなく、布が揺れる動きで起こるんです。1911年モナリザはルーブル美術館から盗まれ、2年間行方不明でした。パブロ・ピカソが主な容疑者だったんですよ。バービーのフルネームはバーバラ・ミリセント・ロバーツで、剣はケネス・ショーン・カーソンです。デジャブは過去に体験したことを追体験している感覚のことです。その反対はジャメブと言います。過去に何かが起こったのはわかるけれど思い出せないことを言います。宇宙飛行士はクリスマスの日はお休みです。一緒に食事をして無重力の中プレゼントを開けるんですよ。貨物宇宙船でプレゼントが届けられるんです。コンピューターという言葉が最初に使われたのは1613年です。計算をする人のことをこう言いました。意味が変わったのは20世紀半ばのことです。肺の大きさは左右同じではありません。左側には心臓のスペースが必要なため、右の肺の方が幅が広いのです。ですがすぐ下に肝臓があるので左の肺より短いんですよ。なかなか混み合ってますね。サイコロの反対側の数を足すと必ず7になります。1たす6、2たす5、4たす3、わかりますよね。パウンドケーキができたのは17世紀、だいぶ古いですね。このケーキはそれぞれの材料がちょうど1パウンドずつなので、この名前がついています。バター、卵、砂糖、小麦粉です。だったら4パウンドケーキですよね。イルカはお互いを名前のようなもので呼び合います。個体ごとの特有の口笛シグネチャーホイッスルを真似し合って他のイルカを呼ぶんです。人間が名前を呼び合うように、フリッパーちょっと手伝ってって感じでしょうか。今日何か新しいことを学べたと思ったら、動画の高評価、お友達への共有をお願いします。他のおすすめ動画もぜひチェックしてくださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。